クリスティアン・アッピアーティは、イタリア・ロンバルディア州、アッピア・テグラッソ出身の元同国代表の元サッカー選手。ポジションは GK。1994年に、モンツァで、プロデビュー。1996年からはレギュラーに定着し、1998年7月1日に、当時、AC ミランを率いていたアルベルト・ザッケローニ監督に、引き抜かれ、移籍した。 1999年1月17日のペルージャ戦にて、当時ミランで10年以上レギュラーを守り続けていた、セバスティアーノ・ロッシの退場処分により急遽、出場することになり、セリエ A デビューを果たす。当時21歳であったが、そのままロッシからレギュラーを奪取し、スクデット獲得に貢献した。2000年の U-21 欧州選手権では、優勝メンバーの一員となった。 この頃からチームでも次第に守護神として定着していった。しかし、2002から03シーズンからは当格を表し始めたジーダにレギュラーを奪われ、控えに降格。チームはそのシーズンにチャンピオンズリーグとコッパイタリアの2冠を達成する。なおジーダはチャンピオンズリーグ決勝の PK 戦で PK を3度セーブするなど大活躍をした。その後もジーダから レギュラーを奪えずにいたが、2005年8月17日に、政治系ジャンルイジ・ブッフォンが、不傷離脱したユベントスへ、レンタル移籍。シーズン序盤こそ、硬さが見られたが、中盤以降はブッフォンに見劣りしないセービングを連発。また、代表でも、ブッフォンの代わりを務めた。2006年7月18日、ゴキブリに、セリエ A に復帰したユベントスのライバルであるトリノへ、 レンタル遺跡。トリノでは不動の守護神として36試合に出場し、残留に貢献した。2007年6月26日、今度はスペインのアトレティコ・マドリードへとレンタル遺跡した。アルゼンチン代表のレオ・フランコとポジションを争い21試合に出場したが、定位置確保には至らなかった。シーズン終了後にミランに復帰した。4期ぶりに、 ミラン復帰を果たした2008から09シーズンは安定したプレーと鋭い反応によるビッグセーブを武器にジーだからレギュラーをダッシュ。さらにマルコストラーリの負傷もあってその地位を確かなものとしていたが2009年3月15日のシエナ戦で十字人体を痛めそのままシーズンを終えた。2009から10シーズンは怪我の影響をもあって再度ジーダにレギュラーを奪われて リーグ戦わずか9試合の出場に終わり、大半を控えとして過ごした。ジーダが対談した2010から11シーズンは、新加入のマルコ・アメリアがレギュラーを取ると思われていたが、大方の予想を覆し、シーズンを通じて安定したセービングと、驚異的な反射神経を披露して、レギュラーの座を死守。7年ぶりのスクデット獲得に貢献した。2015から16シーズンをもって、現役引退。 なお、シーズン最終戦となるホームのローマ戦で数分間の出場が見込まれていたが、終始劣勢という試合展開の影響で出場機会はなかった。2017年6月14日、AC ミランがクラブマネージャーとしてフロント入りすることを発表した。2016年6月10日現在、ありがとうございます。